いらっしゃいませ。黒猫亭へようこそ。新メニューの話もいいけど、お仕事にも集中しないとね。注文入っているわよ。新しいメニューのことだけど、困っているみたいなので一つだけ。あなたがお客さんに届けたいと思うものって何かしら。ええ、黒猫亭のお客さんがそれを目の前にした時、どんな気持ちになってもらいたいか、そのことを考えてみるといいわ。それはオーナーの発案よ。従軍中に大陸で食べたことがあって、とても美味しかったと言っていたわ。そうね、思い出の味。それに手早くできてお腹もいっぱいになるわ。届けたいものがはっきりしているわね。何も新しいものを探すだけじゃないわ。今あるものに手を加えるのも一つの方法よ。ところで、ウサさん、なんだか焦げ臭いけど。
忘れなさい。月下は逃げ足の速い。いいわ、私が持っていくわ。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。行ってくるわね。あとよろしく。
今までの練習の成果を出すわよ。じゃあお客さんへのご挨拶から始めましょう。今宵は装いを新たに生まれ変わったキャバレーラビッツへようこそおいでくださいました。皆様との再会をキャスト一同心よりお待ちしておりました。それでは最初のショーの幕開けです。どうしてあなたたちがここにいるのよ。だったら鍵を預けてすぐに帰ればいいでしょ。支配人、やめて、アイサクラ！失礼しました。すぐにお告げしますね。って、何をやらせるんですか！私はただ…それは遠慮しておきます。まだ人形を怖がる人は多いし、それに私は黒猫亭の人形なので、こんな薄耳でダンスをするのも本当は難しいんです。どうしてもと言うから引き受けたんです。楽しまないでください。
なんでそんなもの持ち歩いてるんですか。誰よそれ。その爽やかに笑うのやめて。これはウサギの桜餅？